名前とご職業教えてください。名前は春樹です。春樹さん、職業は会社員です。会社員ですね。今日は何しに表参道に来られたんですか？今日は、まあ、ブラッド買い物しようかなと思って、はい、歩いてました。なんか狙ってるアイテムとかあったりしますか？いや特には何も考えてないんですけど、はい、まあ、出身が大阪なんでちょっと東京ブラッドしてみたいなと思って来ました。東京には最近来たんですか？あ、そうですね、3日前ぐらいに。で、まあ、またすぐ帰るんですけど、はいはいはい、ちょっとブラッとしてます。なるほど。では今日履いてるスニーカー教えてください。今日はコンポジットです。コンポジット、はい、いつ頃買われたんですか？これは1年か2年か前ぐらいですね。はいはいはい。場所はどちらで購入されたんですか？これ買ったのは大阪心斎橋のナイキストアか、はい、アトムスかどっかやったと思います。ではこちらのスニーカー購入の決め手教えてください。もともとポジット好き で、はい、でずっと真っ黒欲しいなと思ってて、で、はい、ちょうど出たんでちょっと買いました。なるほど。ではこちらのスニーカーどういったコーデに合わせていく？結構これは黒コーデに合わせることが多いですね。でも黒なんで、まあ、何時でも履いてるって感じですね。じゃあ普段今スニーカーって何足ぐらい持ってますか？今は80ぐらい。 80? すごい量ですね。なんかその中でおすすめのスニーカー一つ二つ教えてください。あの酒井とナイキのコラボのローカットのやつが結構可愛くてよく履いてますね。なるほど。その酒井とナイキはどういったコーデに合わせることでしょう？それは結構オーバーサイズの T シャツにちょっと細めのズボンとかで合わせたりしてますね、はい、なるほど。では最近のマイブーム教えてください。マイブーム、はい、まあ、アニメ見たりハマってますね。なんかアニメ何のアニメか聞いてもいいですか？最近は推しの子とかやっぱ推しの子見てるですね。推しとかいます？まあそんなそんなそんないないですけど、はいはい、まあ、面白いなと思ってます。なるほど。最後になんですけど、ではちょっと大阪でおすすめのショップあったら教えてください。大阪でおすすめは、はい、プラグっていう店があるんですよ、はい、それ YouTube もあるんで、はい、ちょっとそこおすすめですね。なるほど、ありがとうございます。ぜひご紹介させていただきます。This is Tim from Hong Kong. So traveling to Tokyo today. Nice to meet you guys. Nice. Is it first time or? No, so many times. So many times. Come a lot. Yeah, frequently. So what do you want to do in Tokyo? Just walking around, relax. Trying the local food, yeah. Nice. And what's your plan? Like how long are you staying here? Staying here 5 days. I will meet my friend tonight to have a dinner. Oh, nice. Yes, nice, nice. What's your favorite food in Japan? Sushi. Sushi, yeah. And also the izakaya. Isakaya, yeah. Like beers and stuff. Yeah, beer, yeah. Drink a lot. Nice. Could you tell us what you want today? Yeah, actually, this is not a new model. It's a Nike and Sakai collaboration model. Yeah. Nice. And where did you get it? I get it in Hong Kong, the Sakai boutique. Oh, okay. Yeah, by Waffle. Yeah, I like Sakai brand. Quite unique with the Nike collaboration. How many pairs do you have in terms of sneakers? You mean all the sneakers? Yeah, in your closet. Around 10. Around 10? 10, yeah. And what's your favorite? Favorite, all the collaboration model. Yeah. Okay. I got some in Sakai and Nike. Mm-hmm. And also the Adidas with Claude recently. Oh, okay, yeah. Oh, yeah, that one. And what's your next sneaker you want to buy? Maybe the Nike and G-Dragon one. Yeah. That would be cool. They're quite colorful, yeah. I like that. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. お名前教えてください。はい、東吾です。東吾さん、はい、今日は何しに表参道に来られたんですか？今日はアーティストのライブのバック DJ をしに、はい、バック DJ、 はい、来ました。ちなみにどちらでバック DJ されてたんですか？あれはアトモス、はい、そこの あるアトモスの、はい、今日3階で、はい、ちょっとアディダスのイベントが今日あるんですけど、はい、それにシェーダっていうアーティストが出演することになっていて、はい、それのそうです DJ をやりに来てます。もうライブ後で？あ、まだこれから。あ、これがライブ、この後6時半から7時半、はいはい、シェーダのライブがあります。ありがとうございます。では今日履いてるスニーカー教えてください。はい、これ本当さっきちょうどそのライブの関係でいただいたやつなんですけど、はい、サンバ、ブラック、アディダスのサンバってシリーズらしくて、はいはい、僕もアディダス実はこれが初めてで、そう、先ほど見せてもらって、はい、みんなかっこいいってこれに決まったんですけど、はいはい、本当になんか即決でした。この即決、うん、テクスチャー的な好きな感じです。これ以外にもシューズいくつかあったんですか？そう、なんか人によって別のがあったんですけど、はい、なんか私たちチームが一つのチームで今回出演するんですけど、はい、チーム内全員は同じ靴でっていう。普段スニーカーって何足ぐらい持ってますか？スニーカーは合計、でも5、6足、はい、
ですね。その中でよく履いたりとかおすすめのスニーカーあったら教えてください。は、僕はもうずっと動きやすさ重視で、ナイキのエアマックスプラスは、はい、なんか謎に専門学生の頃からずっと履き続けてます。では、本日履かれてるスニーカー、ちょっと合わせたいコーデだったり、してみたいコーデあったら教えてください。合わせたいコーデ。それこそさっき教えてもらったんですけど、はい、なんかこの靴が、あのスーツとかの、はい、あのちょっとこうタキシード調、はい、の服にも合わせた時にワンポイントになるよっていうのをほんとさっき教えられたばかりで、僕はもう実践してみたいなってなるほど、はい、思ってます。では最近のマイブームあったら教えてください。最近のマイブームはメキシカン料理を最近友人に誘われていくことが多くなって、はい、ちょっといろんなメキシコのそのレストランとか料理、あの東京にある、はいはいはい、あのディグリタイな。なるほど。では最後になんですけど、次狙ってるスニーカー教えてください。次狙ってるスニーカーですか、はい、うわーちょっと時間かかります今旅ブーツとか履きたいです。あーマルジェラの、うん、なるほど。なんかそういうちょっとこう古めの、はい、今履いたらどうなんだろうっていうのはなんか考えたことがあって、はいはいはい、うん、旅どんな感じの系統に合わせたいとかありますか。僕基本そんな、なんかアバンギャルドな服も着ないし、はい、ほんと普通な格好なので、なんか一部だけちょっとこう、うん、アンニュイな部分をその足で出したりとかって考えた時に、その思いついたのが旅ブーツだったので、なんかそういうちょっと変わった形の、はいはい、うん、スニーカーとかもしなんかいいのが見つかれば買いたいなと思います。なるほど、ありがとうございます、はい、ぜひご紹介させていただきます。Hi, I'm Anna. I'm from Uganda. Yeah, Amsterdam. And I am wearing these shoes, Adidas boxing shoes from Japan. I got them off Atmos Pink in Japan. I got them the first week I was in Japan. So like 3 weeks ago. Yeah, I wanted boxing shoes and I thought, oh, these are so cute. It has Japan written on the side as well. Oh yeah, it does. So it's really cute. I like it. Nice. And are you just visiting here? Yeah, I'm just visiting here. I've been here for 1 month and I'm leaving Sunday, tomorrow. Oh no. I want to come back. I want to live in Japan. But yeah, I wanted to shop in Japan, just thrifting, vintage clothes. Vintage designer is good in Japan. How many pairs of shoes do you have right now? Not even that much. I normally wear cowboy boots, like only vintage cowboy boots. But everyone is so short in Japan. And cowboy boots makes me so tall. So, yeah. How tall are you? I'm 180. 180? 180, wow. Yeah. Nice. Yeah. And, what's your next shoes or boots or sneakers you want to buy? Probably cowboy boots again. Okay. I don't have a black pair of cowboy boots, so I want to have a black pair of cowboy boots. All right, perfect. Thank you so much. ありがとう。では、まずお名前を教えてください。はい、名前は陽平です。今日は何しに表参道に来られたんですか？そうですね、基本的にはスニーカーを見て、であと友達の誕生日プレゼント何かいいのあればと思って買いに来ました。はい、友達には何かちょっとプレゼントこれしようみたいなのってあるんですか？それ結構迷ってて、結構ヴィンテージっぽい友達なので、なんか雑貨屋とかないかなと思って来ました。では今日履いてるスニーカー教えてください。はい、今日はアシックスのゲルカヤノの14履いてます。はい、ではこちらの、スニーカー購入した場所教えてください。は新宿のビリーズで購入しました。ではこちらのスニーカーの購入の決め手を教えてください。そうですね、ちょっと前から銀色っぽいテック系のスニーカーっていうのを流行ってたんですけど、当時こういうちょっと可愛らしいけどテックっぽいのが、購入の決め手になりました。普段スニーカーで今何足ぐらい持ってますか？15足以上持たないようにしてて、15足で収めてます。逆に持たないようにみたいな。はい、履かないともったいないので、はいはい、全部履くようにしてます。なるほど、はい。持ってる中でおすすめのスニーカー教えてください。やっぱりちょっと無難にはなってしまうんですけど、ナイキのショックスが一番自分の中で気に入ってて、はい、黒ベースなんですけど、それでもメタリックな感じで、うん、一番主張もできるようなスニーカーだからおすすめだと思ってます。なるほど、はい、今日履いてるスニーカーなんですけど、どういったコーデに合わせていきたいですか？そうですね、基本は上はブラックに統一して、足の方だけベージュっぽく合わせて、ちょっと抜け感じゃないですけど、はいはい、そこは外して、このキャップと一緒に。なるほど、はい、いいですね。では最近のマイブーム教えてください。最近はもうジムに通ってまして。おお、ジム、はい。で、会社員になってからやっぱり運動する機会減っちゃったので、そういうところで
ハマってます。なるほど。では最後になんですけど、次狙ってるスニーカー教えてください。そうですね、次狙ってるスニーカーに関してはまだちょっと決めてないんですけど、自分の中で今やっぱり来てるのはアシックスなので、これからもちょっとアシックスを追っていきたいなと思ってます。アシックス、はい、はい、ありがとうございます。ぜひご紹介させていただきます。Hey guys, my name is Marlon Linares, photographer from Los Angeles. You can find me on IG at Strider. And yeah, just come out to Tokyo once in a while. Love the culture, love the food, love the fashion, and just out here to have a good time. Nice. And how long are you staying here? This is my last week. I was out here for 3 weeks. I was out in Tokyo for a bit, then I went to Fukuoka, Hiroshima, Sapporo, then back to Tokyo. Nice. And what's your plan? I love my family in Tokyo. You know, I have friends out here. I've made great friends out here.So I come out, visit them, you know, spend good time with them and just have fun. Nice. And what kind of photos do you take? I do anything from street photography. I do fashion. I do like actual shoots for drops. You know, I do events. I do concerts. I work for some artists like Freddie Gibbs, Zach Fox, just to give some names there. Nice. And we love your shoes, sneakers you wear. Appreciate it. Appreciate it. Yeah. These are the Off-White Dunks lot.This is number 49, I think. They released, I think it was like a total of 49 different colors for this shoe. So it was the same shoe, same silhouette, just different colors. I think I like this one the best because of the neutral tones. Makes it easy to match with like whatever you're wearing. Yeah. I think the hardest decision when I come out here is to decide what shoes I want to bring because I have so many shoes. Yeah. And it's like, which ones do I want to, you know, pop out and wear? Which ones am I okay with getting dirty? Yeah. At the end of the day, I think they're just shoes.So, I mean, I'm just doing what they're meant to be done with is just to wear them. So, you know, I'll get them dirty. These are not clean at all. I mean, that's what shoes are for, right? Yeah. And how many pairs do you have right now in your closet? Ooh. Well, I downsized a little bit, but I think right now I'm at around 14 pairs. 14? Okay. Yeah, yeah. That's nice. All right. And where did you get the Off-White Dunks? I got them from Nike. Nike. Yeah. Oh, nice. For the most part, I'm not big on buying shoes resale. Mm-hmm.I'll only buy resale if it's used and I get a good deal on it. Yeah. Otherwise, I buy off sneakers. Mm-hmm. You know, I've gotten pretty lucky off sneakers or just like through friends that have hooked me up. An example is I have the Born and Raised Dunks. Yeah. Those are, or the SBs. Yeah. Those are some of my favorite pairs. You know, I got really lucky with those, mm-hmm. got them for retail. So yeah. I have some pairs that I get really lucky with, but if I can't get them for retail or less, I'm not going to buy them. Sorry. Yeah, that's nice. All right. Next sneaker. So Yuto actually has a new shoe that's coming out soon. Yeah, yeah, he has a new silhouette that's coming out soon for his SBs. Mm-hmm. It's a green colorway. Yeah. And I think that's going to be my next buy when those come out. Oh, nice, nice. All right, thank you so much. I appreciate you guys. Yeah. Thank you. お名前教えてください。カイです。ヒロシです。ヒロシさんとカイさん。今日は何しに表参道に来られてますか？買い物をしに行きました。買い物を、なんか狙ってるアイテムとかあったりします？特にはなく、はい、休日ただ遊びに来たって感じ。遊びに来て。では、今日履いてるスニーカー教えてください。先週発売されたシュプリームとナイキのポジットになります。はいなるほど、はい、コンバースのコンズヒールスターを履いてます、はい、ではこちらのスニーカーの購入の場所を教えてください、はい、自分はシュプリームの店舗で買いました。あ、店舗で。私はメルカリで買いました。メルカリなんですね。ではこちらのスニーカーの購入の決め手教えてください。履きやすいスニーカーが欲しかったのでスリッパみたいな感じで楽に履けるので黒で合わせやすいので買いました。はい、はい、まあ元々欲しかったので、はい、まあメルカリで探してて安かったんで買ったって感じですかね。なるほど。では今履いてるスニーカーどういったコーデに合わせることが普段多いですか？自分はまあ先週買ったばっかなんで、はい、ちょっといろいろ考えてるんですけど、ちょっともうちょっとしたらスラックスとかで履きたいなって思ってます。なるほど。自分はスケーターファッションがやること多いんで、まあ、ディッキーズとかに合わせて、はい、もういわゆるスケーターみたいなのを合わせることが多いですね。はいはいはい、なるほど。今スニーカーって大体何足ぐらい持ってますか？自分は30から40くらい持ってます。30から40？ はい。自分は10ぐらいですかね。10ぐらい。じゃあ今持ってるスニーカーの中でおすすめのスニーカーとかあったら教えてください。自分もコンバースのコンズが最近好きなんで、はい、自分はヒールスターのスリッポンの方が気に入ってます。自分はもう今履いてるヒールスターが、はい、おすすめ。おすすめ。では次欲しいスニーカー教えてください。ニューバランスの991、はい、991ですか。自分はまあ
コンズのチャックテーラー系が欲しいですかね、うん、ローカットが欲しいですね。なるほど、ありがとうございます。ぜひご紹介させていただきます。